清明様、どうされましたか？先ほどからむすっと黙ったままですけど。いや、神楽の姿が見えないと思ってな。神楽様ですか？確かにお姿が見えませんが。神楽さんならどこかへ出かけていきましたよ。てっきり散歩かと思って止めなかったのですが。神楽が一人で外へ出るなど珍しいな。なんだかフラフラしていましたし、ちょっと心配ですね。居場所を占いましょうか？そのくらいできますから。そうだな。ならば。清明、清明はいるか？ん？この声は。おお、よかった。ちゃんと言いやがったか。お取り込み中すみません。少しよろしいでしょうか？いや、構わない。何があった？黒夜山は知っているな。そこに少々厄介なものが現れたようで、一応ご報告に参りました。厄介なものですか？ああ、神くらいってやつなんだが、そいつ、女の子供の神に宿った霊力を食う変わり者でよ。そういえば、清明殿のもとにも女の子供がいたなと思いまして。姿が見えないようだが。八尾国、神楽の居場所を占ってくれ。早急に頼む。はい、ただいま。少しお待ちくださいな。まさか、本当に黒夜山に来ることになるだなんて。神楽さん、本当にこんなところにいるんでしょうか？八尾国様の占いが外れることを祈るばかりですね。もう一度詳しい場所を占いたいですが、霊力を消耗しすぎました。すみません、少し休ませてください。ああ、ありがとう。しかし、黒夜山か。どうしたんですか？いや、この山は私と神楽が初めて出会った場所なのだ。ん？あっちから何やら声が聞こえますね。もしかしたら神楽様かもしれません。行ってみましょう。声はこっちの方からしたと思うのですが、何やら争った跡がそこかしこにありますね。あれは？神食い目、追い詰めたぞ。隠れてないで出てきたらどうだ。なに、これは罠か。見事に引っかかったね。だがそれだけ、この程度痛くもかゆくもない。なんだと？そこだ。そんなまさか。人間ごときと鷹をくくったか。だが残念だったな。貴様じゃ、この俺、源広政の足元にも及ばんぞ。お見事、いい腕だ。お前、何者だ？この容器の中で平然としているし、それにその犬、式神？もしかして陰陽師というやつか。面白い。俺と腕比べをしてもらう。ん？いきなり攻撃してきましたよ。威嚇だ。覚えておけ、犬。ん？琥珀は犬じゃなくて狐の式神です。何が何だかわからないけど、僕は今のうちに退散させてもらうよ。逃がしていいのか？構わんさ。あいつよりお前と戦った方が面白そうだ。力を行してよ、救急如立寮。少女、飛べ、私の小鳥たちよ。失敗。バッチョ。なんて乱暴な子。五行、結界陣。
私の小鳥たちよ。強いじゃないか。一応名を聞いておいてやろう。安倍の生命だ。お前が？あの陰陽師の？ならばなおさら引けないな。俺は強い奴と戦いたいんだ。いいだろう。こうなったらどっちかが潰れるまで徹底的に。二人とも待って。お！カグラさん？鬼が逃げたわ。今は争ってる場合じゃない。なんだ？神食いに捕まってた子供か？ん？お前、名前はカグラというのか？そうだけど、そんなに珍しい名前かしら。いや。カグラ。誰かに呼ばれたような気がして、一人で外に出てしまって。そうしたら、あの鬼に捕まって、この山に連れてこられたの。心配かけてごめんなさい。いや、カグラが無事で何よりだ。よく逃げてこられましたね。私を見張ってた手下の鬼がいつの間にかいなくなってて、そこの知らない人が暴れてくれたおかげだと思う。俺は雑魚は相手しない。それじゃあどうして手下がいなくなったんでしょう。俺に聞かれても困る。もう腕比べはいいのか。ああ、そんな気分じゃなくなった。気分じゃなくなったって、じゃあ神食いとも気分で戦ってたんですか。まあそんなところだ。ただの腕試しというやつだ。だから神食いなんかよりずっと強そうなやつに乗り換えただけだったのだが、まさかあの高名な陰陽師の安倍の生命だとは思わなかったな。あらあら、そんな理由で私たちは襲われてしまったのですか。もうそんなことはどうでもいいがな。ヒロマサ様でしたっけ？なんだかずっとカグラ様を見ているような。本当に知らないのか？うん、知らない人。ヒロマサ、そちらはどうなのだ？そいつが知らないというなら、それが全てだろう。ですが、あからさまにカグラ様が出てきてくる。知っている奴に似ていた。それだけだ。もういいだろ。あ、どこに？帰らせてもらう。今日がそがれたからな。神食いも大したことはなかったしな。カグラ、こんな場所であいつを見つけるとは。だが、あいつは俺のことを知らないと言っていた。一体どういうことだ？あっという間に行ってしまいましたね。変な人。しかし、かなりの手だれだった。弓の腕もさることながら、結界の呪法もかなりのものだ。源と名乗っていましたが、かなり高貴な血筋の方なのでしょうか。確か、帝に近い血筋に、同じ姓を名乗る一族がいたはずだ。そんな立派な人には見えませんでしたが。それよりも生命さん、神食いを退治しませんか？あれは放っておけば、また人を襲いますよ。確かに、白無常様と黒無常様の話を考えると、あんまりのんきに構えていられませんね。急ぎましょう。カグラが妖気の結界に閉じ込められていたのは、この辺りか？うん。くんくん。神食いの匂いが残ってますね。確かに。ここの容器は特別に濃いが、目立つものはないな。そんな時こそ、生命様。わかっている。
見てみればいいのだろう。はい。やっぱり鬼がいますね。ここの容器に集まってきたんでしょうか。もしかすると神食いの手下かもしれないな。ではお話を聞いてみましょうか。どうやら低級の鬼のようだが。なんだい？オイラになんか用かい？あなたどうしてここにいるの？どうしてと言われてもな、この辺りはすっごい暗いだろう。暗いところを照らすのは提灯であるオイラの宿命みたいなもんさ。だからここにいるんだよ。風もないし、体中に開いた穴から吹き込んで火が消える心配もないしね。いまいち納得しかねる答えですね。鬼じゃないけど、不可視の存在が近くにいる。確かに人の霊魂の匂いがしますね。女の人の霊。うん。あれ？私、生き返った？残念ながら、生き返ったわけでは。神楽様の力で呼び出されただけです。なんだ。世の中そんなに甘くないのね。どうしてここに？ここで死んだからよ。やっぱり、神食いの魔の手にかかって、ですか？神食い？あの女みたいな男のこと？だったら全然違うわよ。私はここに迷い込んで、容器に当てられて死んだだけ。なるほど、そうでしたか。そうよ。間抜けな死に方でしょ？だから未練が残ってるんだけどね。それにしても、神食いのことを知っているようだが。私、ここに留まってずっと見てたからね。じゃあ、神食いがどこに行ったか分かりませんでしょうか。さあ、私はここから動けないし、もっと男らしい人が好きだから。というか、そこにいる提灯に聞いたら、さっき神食いと話してるの見たわよ。え？必要なことは聞けたから終わり。生命。ああ、分かっている。あなた、神食いと話していたらしいわね。へっ？それをどこで？おや、隠しもしないんですね。しまった！こうなったらやけだ！時間稼ぎくらいオイラにだって！さあ、私と共に戦ってくれ。火の魂！引き荒らす。おい！へっ！瓦解！飛べ、私の小鳥たちよ。ふっふっふっ、岩石更新。飛べ、私の小鳥たちよ。ふっふっ、参りました。神食いがどこに行ったのか教えて。さもないと。噛みついて穴を増やしちゃいますよ。わかった、わかったよ。神食いはもっと山奥に行ったよ。山奥か。ここから見た限り、山頂の方はさらに容器が濃くなっているな。行きましょう、逃げ切られる前に。カグラ、大丈夫か？ちょっと疲れただけ。だいぶ山奥まで来ましたしね。カグラ様には厳しいかもですね。もし、足手まといならここに置いていって。それはできない。またあれが現れるかもしれないからな。ですね。一人は危険です。それに、見ろ。いたぞ。商用たち、そんなお前たちの力、なんで汚い手で触んないでくんない？もっと嬉しがってもいいよ。僕の美貌の糧になるんだからさ。神食い、
そこまでだ。五行の断りをもってお前を退ける。払い先期万歳。清めたまえ救急如立。やめてよ、言ったじゃないか、これ以上汗臭くなるのはごめんだって。僕の美貌を怪我したくないって思わないの？これだから人間ってやつは。小妖の力を取り込んでいくらか強くなったか。というか妖怪に美貌って必要？それにあなた一応男でしょ。男で美貌って変なの。お前変？変だと？少し綺麗な髪をしているからといって調子に乗るなよ。僕の美貌を理解できない奴は全員消してやる。力を行使せよ。救急如立よ。強説よ。ロックン少女。飛べ。私の子供たちよ。マッチョ。どうしよう。五行。結界陣。炎は燃える。ひたすら火の玉を抜く。画界飛べ。私の小鳥たちこのままに。良いか。呪符隊飛べ。私の小鳥たち負けた。この美貌をもってしても、そんな、まさか。いや、それよりも何よりも。ん？戦意は失ったみたいですけど、何やらブツブツ言ってますね。その力、女子供を食ったのか？食ってるわけないさ。だったら、どの道勝てなかったにしろ、もっと戦えた。それくらい人間の女の髪に宿った力は、小妖なんかとは比べ物にならないんだ。本当ですか？ああ。では、どうして早くそうしなかったんですか？どうせ食べるなら、都で一番美しい髪の持ち主にしようと思っててね。それで、やっとその子を見つけたと思ってたんだけどさ。広政に邪魔されたか。ま、そういうことだね。髪も傷むし、肌も汚れるし、服も破れてる。ほんと、今日は最悪だよ。て、生命様！髪食いは、神楽様の力を食べようとしてたじゃないですか。しかし結果として食べてはいない。そうしようとしたことが問題なんじゃないですか。今後そうさせなければいい。そういうことみたいですが。しない。それは約束するよ。やけにあっさり約束するのね。当然じゃないか。僕は美しいものが好きなんだから。どういうことです？どういうことって、近くで見てて何とも思わないの？生命の術を使う時の立ち姿だよ。敵なのに思わず見惚れちゃったよ。僕ほどじゃないにしろ、これほど美しい人間がいるなんてね。あ、まあ終わりよければ全てよしということだな。生命様がいいならそれでいいと思いますけど。今日は変な人によく会う日ね。それって先ほどのあの傍若無人な方のことですか？ええ、あの源広政って人、一体何者だったんだろう。わかりません。でも縁があればきっとまたすぐに会えますよ。縁ね。この山は生命とも初めて会った場所。どうにもこの地には因縁があるみたいね。
それじゃあ僕はあっちに戻ることにするよ。ずっとここにいたら、ヒロマサとかいう血の気の多いのに狙われそうだしね。ははは、それは間違いないですね。生命、もし何かあったらいつでも声をかけてくれよ。僕の次に美しい君の頼みなら聞いてあげるのはやぶさかじゃないからさ。そうだな、その時はよろしく頼む。ああ、それなら。うん？あまり商用をいじめてやるなよ。同じ鬼なのだからな。まあ、君がそう言うなら、僕はこの美貌を保てればいいだけだし。そうか。じゃあね。さて、神食いも言ったことだ。私たちも戻ろうか。大丈夫か、カグラ。ちょっと疲れただけだから。よし、早く帰って休みましょう。生命、生命はいるか？あ、あれ？なんだか同じことがあったような。おお、やっぱりここにいたか。力を辿ってきて正解だったぜ。おや、カグラ様。ということは、解決なされたのですね。ああ、もう終わった。神食いも委員会に帰ったぞ。それはよかったな。と、そうだ。一応お前らにも伝えておくぜ。この山、神食いが出てきたところ以外にも、委員会の裂け目が至るところにあってよ。私たちはそれを封じて回っていたのですが、少々異常な感じがします。事態が落ち着くまでくれぐれもここには近づかないように。そうか、はい、わかった。それでは私たちは先に退散させてもらう。おう、今回も助かった。礼は必ずするぜ。時は来た。ギアラス強者、このノッコン少女。飛べ、私の小鳥たちよ。待つ。前、桃の花。行け、強者強の。